最近北京の爆発的な感染拡大は多くの人々の注目を集めた先日、政府は予防可能でコントロールも可能と書いていたが情報筋によると多くの地区で統制が厳しくなり40か所のコミュニティがロックダウンされているという6月20日土曜日清華大学と北京大学の入り口には補助警察官がいるだけで学生はいなかった。 長安街はパトカーや警察官が多いが観光客は少ない流行のせいではないかと疑うしかし武装警察はウイルスに対抗できるのだろうか情報筋によると6月20日週末の長安街では人が非常に少ない一方パトカーや警察は非常に多い不気味だ疫病か何かのためなのかわからない天安門駅を出るとすぐに地下鉄 青駅の出口でパトカーと私服警官が待機している全体的に不気味な雰囲気があるという市民もいる武装警察はウイルスに対抗できるのか政府は北京での流行が抑制されると言っていたが多くの地区で統制が厳しくなっていく海電区の街並みも地下鉄の復興門駅も空いている1人もいない 警察以外清掃員は街頭ではよく見られる聖火大学のすべての出口は外部からの立ち入り禁止となっているある警備員は流行が始まってから今まで解禁されることはなく学生の立ち入りも禁止されていたが再び流行が始まった今解禁することはさらに馬鹿げていると言った一人の女性は聖火大学の老夫婦二人に 食料品を買ってあげたがが中にに入れないのでで老人が自分で受け取りに来るしかない70代の清華大学教授はもう年寄りだからこんな暑い日にしばらくマスクをして歩くのもこの暑さで耐えられないそれなのに校内は配達員すら入れてくれない何でも自分でやらないといけないつらすぎると語った。 情報筋によると、通州展示名園コミュニティでは20日、2人の感染確定者を病院に運んだ現在、コミュニティが閉鎖され、みな PCR の検査を受けなければならない、多くの医療関係者や警察が来ていた、その中には区委員会の指導者もいた北京は40カ所のコミュニティを閉鎖した、医師がその中に入って、PCR 検査を行っている。